一加言を排す。坂口安吾。私は一加言というものを好まない。元来一加言は論理性の欠如をその特質とする。すなわち人柄とか社会的地位の優位を利用して正当な論理を圧倒し、これを逆にして言えば人柄や地位の優位に論理の役目を果たさせるのである。非論理が論理を圧倒するという微妙な人間関係は古来 我が政治家に陳調された諸術で、英雄豪傑の威風でありあたかも土佐犬がテリアを圧倒するかのごとき非理智的な動物的人関係の一つであるこれは論理的訓練の不足した社会における当然な現象であろうけれど特に我が国においては非論理性を不当に評価することが甚だしいようである我が国で大人物といえば 防用として捕まえどころのない人間ということを不可欠の条件とし、すなわち性格的な非論理性を陳調する。なるほど、人間の存在、それ自らが解きがたい一つの矛盾到着であることも事実であろうが、かかる存在、それ自らとしての矛盾到着は非論理的なものではなく、論理化された矛盾であって十分に知的なものであり、 政治家的諸政術としての非論理性とは、自ずからその趣をことにする。十分論理的であるべきはずの無産派政治家すら、大人物型的非論理性に溺れやすい状態で、我々の理知をも感情をも、ひいては全存在を冷静な知性を凝らして観察し、一応論理化することは相当至難なことである。教団的な白色によっては及び難いことで、 日頃休みない小説の目を自らに向け冷酷にして誠実なメスを自らの内部に向けて切り刻むことがなくては、かかる論理性は得難いのである。菊池寛の話のくずかごは原稿分断における一加減の代表的なものであって、一部指揮者の公表を得ていることは、我が国の教養がその真実の論理的訓練に不足していることを明らかにしているに過ぎない。 話のくずかごには論理性がないのである。のみならず、その非論理性を利用して、逆に読者の論理性を圧倒し、ねじ伏せ、かえって自説を特殊の論理として通用せしめようとする。あたかも政治家が、その性格的非論理性によって、人を圧倒する術を言論の上に及ぼしたかの感がある。現代においては、論理が非論理に圧倒されやすい。 しかし、それは論理自体が無力のわけではなく、現代の論理のみが無力なのである。我々は論理的訓練が不足だ。意思にも感情にも、そして自我の信用にまで知性の小察が行き届いていないのである。特に作家においては、画家のデッサンにおけるごとく、論理の訓練が必要であるのに、近頃は 一種反動的な傾向として非論理によって論理を圧倒しようとする努力が横行し通用しがちである我々の理知的努力と訓練によりまた人間性の深部に誠実な小札を行うことにより早晩我々の世界からかかる動物的な非論理性を抹殺し肉体的な論理によって正当な論理を満着し 圧倒することの内容の空虚を正確に認識しなければ人間の真実の知的発展は行われない。過去において社会制度は幾度か変遷した。しかし人間はほとんど変わりはしなかった。ようやく変わりかけているのである。